コース内から1番2番3番4番5番6番です。目玉レース第1競争スタートが切られました。2、3コース先行している。2コースから2号艇の大橋が攻める体勢か、1コース1号艇金子はどうか。金子がまずは先前、2号艇大橋が内を伺いますが、金子が壁になりまして、3号艇の西岡は外から回って先頭で、あとは4号艇山下が差していって2番手、体勢は3番4番となりまして、バックストレッチの中間点先頭2番手4艇審査、その後ろは3艇審査、1号艇の金子内切り返し気味に接近。4号艇山下を追いますが、3、4、1の体勢で2枠旋回直線コースへ入ります。3号艇西岡センター3コースからまくりました。2番手は4号艇の山下となっています。3番手が1号艇金子、2番手3番手の差が大きく広がりました。その後ろは2艇審判、5号艇道上が追い上げてきて、あとは2号艇大橋、6号艇今井の順で2周1マーク。スタートは正常でした。3番4番抜け出した中枠の両選手、西岡先頭、そして1号艇山下、4号艇山下の順で1号艇金子は、この辺り2番手3番手の差が大きく広がりましての3番手となっています。後方では4艇審査で5号艇の道上、あとは2号艇の大橋、6号艇今井の順で6人。第2コーナーから直線コースへ入ります。ラスト1周は 3-4-1 ですが、先頭2番手の差が詰まってきました。4号艇山下が追い上げてきて、3号艇西岡のリードは2艇審です。3番4番1番の順で600を通過、 3-4 番手の差が縮まりました。5号艇道上が追い上げてきて1マーク、最終1マーク先頭3号艇西岡、2番手は4号艇山下、追ってくる山下を突き放しまして3号艇西岡リード、先頭キープしていまして、リードは4艇審となりました。3番手も1号艇金子が追撃、5号艇道上を封じています。2連単は 3-4 ですと 14.2 倍のオッズ、そして3連単の 3-4-1 は 84.5 倍のオッズを示しています。最終コーナー旋回ゴール前直線コース、第1競争は 3-4-1 の体勢でゴール、1着は3号艇西岡ゴール、2着は4号艇山下、3着は1号艇金子ですゴール、4着5号艇道上、5着2号艇大橋、ラストは6号艇今井の順でした。